開業おめでとうございます。ここから南側は一般道を走ります。宝珠山駅改札です。木製のベンチ、ラッチ、歴史を感じさせます。しかし改札口を出るとそこには BRT 乗り場、一部は電気バスですので環境にも優しいということになります。こちらが飛行山小倉方面、飛行山上の小倉方面、ここより北側が BRT 専用道区間、ここは南側日田方面は、ここで専用道は終わるという場所でございます。奥の方にですね、元鉄道のホームがまだ残ってます。ちょっと行ってみましょう。一部駅のホームと線路が残ってますね。長い間の活躍ありがとうございました。私も何度も乗ったことがございます。一番最初、記憶に残る一番最初は、小学校の頃ですから約40数年前、キハ6667で、ここを越えたことがございます。その時は満席でした。2両編成で満席だったことを覚えております。時代は移り、鉄道の時代は終わったということでしょうか。ここは県境の駅です。日田彦山線宝珠山駅、こちらが日田方面、こちらが上の小倉方面。まだ駅のホームが残ってますね。大行寺駅ももともと交換可能駅でしたけれども、バスの方も BRT の方も少し小倉寄りの構内を広くして、もともとの駅ホームのあった場所でバスの交換ができるようになってます。信号装置なんかどうするんでしょうね。大行寺駅ホームから、もともとの鉄道用のホームから、ここはですね、小高い、崖のところにホームがあって、非常にこう眺望のいい駅でした。今日気づいたんですけど、すごく古い木造校舎があるんですね。いいな。木造駅舎も綺麗に整備されてますね。いいですね。